突然ですが、まずこの2つの写真をご覧ください。この2枚の写真、どちらも同じ神社の風景なんです。こんにちは、神社 VTuber のコルースです。初詣を今より少しだけ楽しくしたいを目標に、日本各地の有名な神社の魅力を伝えていきたいと思います。10分以内でわかる神社シリーズ、今回は初詣の参拝者数近畿地区第1位、例年250万人が訪れる人気神社でもあり、全国の稲荷信仰の総本社である伏見稲荷大社を紹介します。千本鳥居で有名な神社ですが、一体なぜこんなにたくさんの鳥居があるんでしょうか。どんな願いで鳥居が建てられたのか。また先ほど見ていただいたように、この神社は二面性も魅力だと思いますので、そのあたり紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。場所は京都駅の南東、 JR 稲荷駅出てすぐ目の前にあります。東京の明治神宮もそうですが、アクセスのいい神社はお参りに行きやすくていいですね。ここ伏見稲荷大社で祀られているのは五柱の神様の総称、稲荷の狼という神様で、床の御霊の神という農耕穀物の神様がメインで祀られています。ちなみにアニメにもなった稲荷こんこん恋いろはという漫画のモデルにもなった神社としても有名ですね。ご神体は稲荷山、標高233メートルのこの山が丸ごと神域で、至る所にお社があります。なのでこの神社めちゃくちゃ広いです。甲子園球場22個分あるそうです。この稲荷山は登ることもできまして、京都を一望できる絶景ポイントもあり、体を動かすのが好きな人にも人気の神社です。またこの伏見稲荷大社の人気の一つに、多種多様な駒狐に会えるというのがありますが、ここでは狐は神様ではなく神の使いとみなされています。それでは今回は2つのポイントと、この神社を 100% 楽しみたい方向けに注意事項を動画の後半でお伝えいたします。世界最大級の旅行口コミサイト、トリップアドバイザー、その外国人に人気の日本の観光スポットランキングで過去6年連続1位を記録し、今でも圧倒的人気を誇っているこの伏見稲荷大社、国内外の観光客を虜にしている最たるものはこの真っ赤な千本鳥居でしょう。先まで続いていく細長い参道を覆う鳥居はまさに赤いトンネル。森の緑と鳥居の鮮やかな赤のコントラストが映える神秘的な空間は、ここではないどこかへ誘われるような不思議な雰囲気があります。千本鳥居という名称ですが、実際境内にある鳥居の数は1万以上があると言われています。これだけの密度で鳥居が集まっているところはここしかないですね。なぜこんなに鳥居だらけなのかですが、きっかけは不明ですが、願い事が叶ったお礼として鳥居を奉納するという文化が江戸時代からあり、それから鳥居を奉納すると願いが叶うと考えられるようになったとか。なのでこの無数の鳥居は全て個人や企業からの奉納なのです。この鳥居、一番小さいもので21万円から誰でも奉納できるらしいので、もし鳥居を奉納したいという方は公式サイトをご確認ください。この神社に入ってすぐ目に入る立派な門や赤と金の装飾が鮮やかな建物、その華やかさに対して霊峰稲荷山に一歩入ると雰囲気が180度変わります。稲荷山散策ルート、通称お山巡り、この伏見稲荷大社を余すところなく堪能するなら、絶対このお山巡りをおすすめいたします。山道沿いを歩いていくと、山の至るところにあるパワースポットを回っていけます。千本鳥居を抜けてさらに先、熊高社から山頂の末広社、眼力社、薬力社、三剣社などなど、紹介しきれないほどたくさんあるのですが、基本的に鳥居のトンネルに導かれて歩いていけば迷うことはまずないです。稲荷山の異様な雰囲気を感じながら、様々な御利益でお社を巡っていくのは、日本中探してもここでしか味わえない体験です。お山巡りをしていると、何か文字が刻まれている石を数多く目にするのですが、この石は昔の人が置いていったお塚と呼ばれるもの。人の祈りの数だけ増えに増え、おびただしい数になっています。これが古の稲荷信仰の姿なのでしょうか。見てると吸い込まれそうで不思議と目が離せませんね。私もこのお山巡りをしてみたいという方へ、お耳に入れたいポイントがあるのでお伝えします。このお山巡り、がっつり登山なので、絶対歩きやすい靴で行ってください。休憩しながら全部ゆっくり回ったら、4時間はかかると言われております。
なので山に入る前にトイレはあらかじめ行っておきましょう。途中お茶屋さんがありますが、ここは伏見稲荷大社、基本混んでると考えて飲み物持参は必須です。おやつなどの軽食があればなおいいでしょう。山にはゴミ箱がありませんので、ゴミ袋も持っていきましょう。そしてこの神社なんと24時間開放されているので、一応夜でも行けちゃうのですが、山道はとっても暗く足元も不安定、さらにイノシシ出没注意の看板もあるところなので、暗くなったら山に入るのは控えましょう。以上です。お山巡りは体調や体力とよくご相談の上行ってください。ちなみに山をすべて回らなくても、途中四つ辻という京都を一望できる絶景スポットがあるので、ここはぜひ行ってみたいですね。日本全国の稲荷社の原点であり頂点、昼夜問わず多くの人がいろんな思いを持って訪れる神秘的な空間です。千本鳥居のイメージが強いですが、入り口付近の華やかな雰囲気と、それと対照的な稲荷さんの厳かな雰囲気がとっても魅力的な神社です。お山巡りはひとたび横道にそれると全くの別世界が広がりますので、赤いトンネルに迷い込んで神隠しに合わないよう気をつけてください。それでは今回はこの辺で。ようこそお参りくださいました。